昨日でちょうど1ヶ月卒業して離乳食始めるぞっていう時にもめちゃめちゃ食ってる。めちゃめちゃ食べてる。早くない？離乳食めちゃめちゃ食べてる。やっぱ美味しいのかな。めっちゃ美味しいじゃん。美味しいな。イチロの方も食べ始めてる。ここめっちゃ顔についてる。あ、また顔か顔か。チロの家とここの家なんて。フリってめっちゃツルツルしてたの。いや、フリちゃん前フリ来たよ。前お墓来た時に来たの。でも冬の時も来たじゃん、ここ。冬は来てない。ドンキーか、その時そこドンキホーテじゃないの。まあ、ドンキホーテに来たんだ、似てるから。バラ折れちまったよ。ん、おお、かわいい。バラが折れちゃった。めっちゃかわいいじゃん、この花。まだできてないけどね。お水あげてんのかな。そう、水あげたらね、だんだん生え伸びてくんだよ。で、花がピッて咲く。お店でも水あげてるのかな。ん、お店で。うん、そう、お店でもあげてる。あげてるの。うん、バケツの中は水入ってたでしょ。あん中でね、ちょっと天気良くなってきたね。え、ばあちゃんが来たのね。バター立てるじゃん、そこに。どこだ。ここなんかも作るんじゃない。入っちゃダメなの、まだ。うん、ここはそう、入れない。え、工事できなきゃ、あの奥とか入れない。じゃ、奥は行けない。あ、奥はあっちから行けるよ。この中の前座の頭。うん、めっちゃ痛い。前見たじゃん、でっかい大仏。そうだね。でも目までかかったね。すごいよ、これ。この前座そんなに高速で撮ってるけど、ちゃんと撮らさってる。わかってるよ、ちゃんとマスクしてたの。今までなくなってるよ。あ、そうだ、前ちょっとマスクなくなった。コロナじゃない。そう、コロナ終わったからだ。背比べに行こう。え、背比べ。背比べ、背比べ。じゃあ、セクラベしに行こう。でかい。うわ、うわ、でかい。おお、でかい。え、ハーブ行くの。風強いから。え、抹茶、小豆もだって同じだよ。え、美味しそう、この羊羹。開け方よく分かんなかった。抹茶羊羹。え、開けたよか、それ。開けたよ。風で。風、チャプ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 。前だったらなんかこういう、屋根ついてたけど。あ、こう中にジャンプしてる。え、すごい、これ。見えてる。そこは入れないよ。
立ち入り禁止だったよ。なんで？鼻いっぱいあるから。そう、鼻いっぱいあるから。狩ればいいよ。すごい、ここ。切れて。すごい。いや、手抜きの商売習ったんだけどさ、どんどん音がちっちゃくなる。うん、そう。カリーン。ほら、上。ひーちゃん、ひーちゃん。ちょっと待って。おすごいな。うお。でかい。すごい、他の人なんか個性的で耳長いの。こっちから出すの。初めて来た人プールに見える。あ、そう、プールだと思う。しかもでかっ。2匹、ここと同じぐらい。あっちのキツネもめちゃでかいじゃん。犬ぐらいじゃんこれ。もう犬と同じぐらいでかいじゃん。しかも洪水みたい。コアメ。ねえ、すごい。めちゃでかい。よし、これ全部写真。見て。でかい。おばあちゃんからもらったお供えのいちごちゃん。そう、いちごちゃん。めっちゃでかい。顎、お尻。これが目。これが目で、これ髪。めちゃくちゃでかいぞ。髪掴まれてる。かわいそう。で、ここが口で、これ顎、割れてる顎。どういう説？これが、おけつ。なんでおけつなの？おけつにもなる。食べてよ。いただきます。顎から、うん、逆してなんか、これついてるよ。パパはこのどうすめ。パパちゃん、酸っぱいの苦手だった。ミルク干してないの？指チュパチュパすんのやめてよ。そう、ずっと食べてる。で、傘も買って。あれ。使わない。え？貸して。そばも買わなきゃ。めっちゃ猫のご飯いっぱいある。なんか取れちゃった。カートの。なんか取れた？なんか取ったら。ペヤングだらけ。え、それ。199円。それするの？これ絶対いいじゃん。フッ素、フッ素だから。え、そこにする。ラムネ。え、ラムネあるよ。え、ラムネ買う？飲むラムネ。気になる。これ楽しい。日傘もでごめん。日傘しちゃってごめん。日傘、日傘じゃなくて傘。日傘もでごめん。日傘しちゃうよね、ごめん。日傘しちゃってごめん。何日傘しちゃってごめん。持っててごめん。日傘持っててごめん。怖くない？なんか爆発そう。いけるか。ないよ。ちょっと待って。え、半分ずつ俺しかいんじゃん。
いや、なんか力入れない変に怖くなる。ふんじゃもこうやばい。オッケー。おお。あ、やべ、ちっちゃい落ちちゃった。え、落ちた？落ちた。やべ、猫食うぞ。パパでパパ、危ない危ない、落ちるって引いちゃう。イカスミで。うん、わかった。イカスミ行く。イカスミでね、あのシャープペンのね、芯と見せかけてね、うん、そういうパパが言ってる、やっちゃうのなんだっけ、誰だっけ。やっちゃうじゃん。任せなさいの人だよ。やりたいの人でしょ。任せなさいの人。余熱だけでいい。え、もう良さそうだ。え、もういい感じだった味。うん、でなんか、イカスミパスタみたい。え、イカスミじゃない。あ、待って、ダメだ、箸じゃ。あ、だだだ、熱いし。え、あの、ハサミのやつ。パパ、これなんかちょっと重くなってる、水で。なんで、うん、そうそう、だから、そう、乾かしといて。おお。これん、いいの、それ、いいの、それ洗うやつ、それ洗うのね。うん、そう、洗うやつ。味気ない、ほんとに。塩かけたんじゃん。そんな味しない、そんなに。いや、もう一回塩かけるわ、うん、苦い味。え、苦い？焦げてはないよ。一回めっちゃポリポリだって。 ASMR 病気で見られるから。うんうん、待って、これめっちゃ美味しいじゃん。イカシながら食べる。結構かけてる、カリカリ。え、これ塩味めっちゃ美味しいじゃん。うん、結構味ついた。あっち、下、あっち。熱くないよ、上の方って味。じゃあめっちゃ小さい、ニコニコマーク。下が熱い。熱い。いや、だから言ったら下めっちゃ熱いよ、これ。お手焼きました。うんうん。いい。うん、うまい。うん。超美味しい。結構チョコソースの。このチップなんですよ。かなり美味しい。うん、うん、明日固まったらめっちゃ美味しいじゃん、絶対。いやだ。なんだ、甘いチョコだ